新東京サーキット2023年 NTC カップシリーズ第5戦、東京 SS クラスの決勝ヒートです。このレースはフラワーペイメント株式会社様、アルファエレフォメーション株式会社様、株式会社エイコ様、有限会社ベア様、株式会社ビプロス様、住友ゴム工業株式会社様、横浜ゴム株式会社様、以上のご協賛により開催しております。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバーは62番 HRK ラピッターとウェルストン小倉秀里。ポジション一つ上げまして、この決勝ヒートポールポジションからのスタートです。ここまで他のクラスのトリプルエントリーの2クラスに関しましては、なかなか結果がついてこなかったこの東京 SS クラスが、このままポールトゥーウィンを取っていきたい小倉です。そしてフロントローセカンドグリッドからのスタート、ゼッケンナンバーは31番 RF 青山保坂達則。ポジション1つ上げましてフロントローに並びました。そして3番手からのスタート、ゼッケンナンバーは47番パワーワークスヨラエイジ。前回の第4戦では優勝を果たしているドライバーです。そして4番手からのスタート、ゼッケンナンバーは3番タツカート久保村栄一。第3戦に優勝を果たしているドライバー、そして昨年のチャンピオン。そして5番手からのスタート、ゼッケンナンバー8番チームオーガスト山本修司。6番手からは21号車パワーワークス山口貴男。以上が上位6台となります。7番手からはゼッケンナンバー4番チームオーガスト前田達也。8番手からは86号車アルエフ大山森大輔。9番手から66号車レーシングスクアゲン吉野明宏。10番手からは25号車レーシングスクアゲン椿智弘。11番手からは96号車アルエフ大山米田圭。12番手からは38号車アルエフ青山ファンキーユー。13番手からは30号車レーシングスクエアゲンドラゴン。14番手からは24号車パワーワークス柏木隆。以上の14台で東京 SS クラス決勝ヒートは14周にて行ってまいります。さあ、ポールポジションからスタートの小倉秀里、今年が確かスプリントレース復帰ドライバーということになります。そしてこのヘルメットのカラーリング、なんとご自身でされていらっしゃるそうで、このカラーリングのコンセプトは奥様の好きなカラーとものということになっております。さあ、そんな小倉秀里が東京 SS クラスでこのままボールトゥーウィンを飾ることができるのか。ただ横からは保坂達則、後ろからは与田栄治、久保村栄治もおります。さあ、そんなスタートがもう間もなく切られていく東京 SS クラスの決勝ヒート、隊列が小移動に収まってまいりまして、立ち上がってくる東京 SS クラスの決勝ヒート、レッドシグナルはブラックアウト、レーススタート。さあ、1コーナーホールショットは小倉秀里。これは1コーナー全車危なげなくクリアしていきました。さあ、そして3コーナーから4コーナー、先頭小倉秀里と変わらず、そして2番手が変わっている与田栄治。3番手スタートの与田栄治が2番手に上がってまいりまして、保坂達則が下がる、一気に5番手まで下がっている。変わって3番手は久保村栄一ですが、6コーナーでそのイン側に飛び込んでいったのは山本修司8号車。さあ、これで山本修司が3番手に浮上、そして6コーナーで2台が接触スピン、前田達也も失速、前田達也が手を挙げてピットに下がってくる。現在チャンピオン争いをしている4号車の前田達也がここでマシンを下げました。無念の第5戦。
さあ、ま、前田達也はリアシャフトが曲がっているか、まっすぐに走れない様子。コース上先頭は小倉秀里と変わらず、2番手与田英二、そして3番手には山本修司、その後ろに保坂辰徳です。そして熊村英二が5番手、6番手には山口隆雄、そして関係優の前に、これはチームメイトと言ってもいいでしょう、森大輔が上がってまいりました。森大輔86号車、最近は節約生活でタンポポを食べていると言っていた、本当でしょうか。さあ、そんな森大輔が関係優をかわしまして、山口隆雄の後ろにつけました。これが21号車の山口隆雄の後ろ、86号車森大輔です。後ろには関係優38号車。さあ、この辺り集団となっておりますので、先頭の2台、この2台に追いつきたいところですが、先頭の2台のペース47秒、7から4というところですね。これは小倉秀里のペースが落ちてきたか。そして現時点のレースサスペンスは先頭の2台ではなく5番手を走行している久保村栄一。さあ、現在3番手には保坂辰徳、保坂辰徳1コーナーも守りに行っている。レースはまだまだ残り11周あります。保坂辰徳現在3番手、先頭の2台は今マッチバトル。3番手保坂、その後ろ山本修司、そして久保村栄一、山口隆雄、森大輔、そして関係優、その後ろには柏木隆と続いております。そして少し離れまして、女子の秋広、ドラゴン、椿、米田健、このオーダーで走っていきます。東京 SS クラスの決勝ヒート。さあ、ここで3番手がわからない。現在3番手には山本修司が上がってまいりました。山本修司、保坂辰徳、保坂辰徳が来るか。今3番手には山本。さあ、現在レースは残り10周です。先頭の2台まだバトルが行われません。先頭は小倉秀里62号車、2番手には47号車与田英二、3番手には8号車山本修司、31号車の保坂辰徳が4番手。さあ、これで先頭の62号車小倉秀里が戻ってまいりまして、レースは残り9ラップ。さあ、現在2番手の与田英二は、これはあえて抜きにかからないのか、それとも届かないのか。先頭の小倉秀里に対しまして、まだ仕掛ける素振りがありません。距離感的には単純に届かないのかなというふうに思うんですけれども、ラップペースがほとんど一緒のこの2人。そして3番手には山本修司に対して6コーナー、これは動きません。保坂辰徳31号車、先頭の2台に追いつこうという計算なんでしょうか。そして森大輔が下がりまして、代わって上がってきているのは関係優です。さあ、関係優がこれで21号車山口隆雄の後ろまで上がってまいりました。現在7番手、この集団の先頭まで出れば3番手に入ることになります。ただそうは言いましても、やはり優勝が欲しい関係優。そしてホームストレート上一緒に走っていくのが椿智弘と、そして米田圭のこの2人、25号車と96号車です。先頭の2台の距離感が詰まりました。与田英二、テールトゥーノーズ、ただまだ与田英二は動く気配がありません。今日はプラス6キロのウエイト、つまり、朝の計量で158キロあったそうなんですが、その影響があるんでしょうか、与田英二、それとも単純に周回がもう少し少なくなるまで動くのは待とうという判断なんでしょうか。この与田英二、普段は27号車ですとか77号車で出ておりますが、今回は47号車なんですね。さあ、その47号車の与田英二が後ろを振り返りながら、やはり距離感を確かめていく。
先頭の小倉秀里は後ろを振り返ることなくひたすら走っていきます。2番手には与田英治、3番手は少し離れまして山本修一8号車、そしてその後ろには31号車保坂達則、そして3号車の久保村英一プラス6キロのウェイト、そして関係優がその後ろという形です。さあその関係優に対しましてホームストレート柏木隆24号車が動きそうになりましたが、ここは前に出ることができず1コーナーオーダー変わりません。レースは残り6ラップ、周回も少なくなってまいりました。さあそろそろ様子見をしていたドライバーも最後の2周3周に向けまして動こうかというところではないでしょうか。さあこうなるとさあここで5コーナー、コーナーから6コーナーですね。5番手争いの関係優、そして熊村英治、柏木隆が2ワイド3ワイドで6コーナーからマシンを進めてきます。これでレースは残り5ラップ、先頭変わらず小倉秀里。さあ小倉秀里はこのままトップを譲ることなくポールトゥーウィンとなるんでしょうか、それともプラス6キロのウェイトを積みながらも与田英治が意地を見せるか。前回第4戦優勝ドライバー与田英治、与田英治は音楽屋さんということでね、本業は音楽に関する何かをされていらっしゃるということのようです。愛妻家でいらっしゃいます与田英治。さあその与田英治が現在2番手、目の前には小倉秀里、こちらも奥様の好きなカラーリングをヘルメットにつけるぐらいですから愛妻家でいらっしゃいます。さあその小倉秀里今先頭を走っております。その後ろには与田英治、愛妻家2人のこの東京 SS クラス頂上決戦が行われていく。さあレースは残り4ラップ、これは奥様への愛が強い方が勝つんでしょうか、なんてことを言ってしまうと後でバトルが勃発してしまいそうですということで、そんな中与田英治が3コーナーで仕掛けました。プラス6キロのウェイトを背負ってなお与田英治がここで動いてトップに躍り出ます。しかし小倉秀里そう簡単には引き下がりません。6コーナー飛び込みきれない。さあ与田英治がトップに立ちました。やはりこれ与田英治様子を見ていたんでしょうね。レースの残り周回が少なくなるまで様子を見ていたと思われます与田英治。これで先頭に出ましてレースは残り3ラップ、ただここで1コーナー小倉秀里が1コーナー飛び込んでいく。これで再びトップは小倉、2コーナークロスを取れない与田英治。さあこのバトルをもって3番手山本修司が近づいてくる。これは分からなくなってきた。残り3ラップ、先頭は与田英治、2番手小倉、そして3番手山本が完全にトップ争いに加わる。そして保坂達則も加わるかもしれないトップ争い。そんな中6コーナーで小倉秀里はラインずらしますが飛び込むには至りません。そしてその後ろ5番手争いもかなり熱くなっている。久保村英治、その後ろ関係優、柏木隆、この3人。レースは残り2ラップ、1コーナーのイン側接戦、先頭は小倉秀里に変わります。大倉が先頭、2番手与田英治に変わりましてレースは残り2ラップ。さあどうなるか、残りの2周完全に山本修司、保坂達則がトップ争いに加わって、先頭は小倉秀里、2番手与田英治、この中でプラス6キロのウェイトを積んでいる与田英治は少し不利か。それでもここで山本修司が動く6コーナー、しかし差し切れない。3番手変わりません、むしろ少し失速、これで楽になったのはトップの2台。これで戻ってまいりましてファイナルラップ、さあ小倉秀里がこのまま逃げ切るか、距離感が空いてしまいました。与田英治は2番手を守りに行ったか。先頭小倉秀里、2番手与田英治、3番手山本修司。さあこれで先頭は再び小倉秀里、チャンスは6コーナー、与田英治はしかしこの距離感を詰められない。6コーナー小倉秀里は守らない、守りません。与田英治は飛び込めない、オーダー変わりません。6コーナー立ち上がり、東京 SS クラス決勝ヒート、
激戦を制しまして、今戻ってまいりましたのは小倉秀里、2番手は与田英治、3番手は山本修司、4番手には保坂辰徳となりました。小倉選手、おめでとうございます。ありがとうございます。もう家内の後ろのプレッシャーでしたね。そうですね、かなりひどかったです。でも結果ポールトゥーインでしたね。はい、ありがとうございます。こう与田選手とのバトルはいかがでした？非常に楽しかったですよ。そして今日トリプルエントリーでしたね。はい、ちょっと SS の決勝の時にマシンちょっと壊してしまったの でスーパー SS は途中でリタイアで、3つ丸々は走れなかったんですけど、最後チーム の皆さんのおかげでマシンなんとか修復間に合わせてもらって。同じマシン？はい、ずっと同じマシン。タイヤもマシンもそのまんま。あ、なるほど。忙しいからそのままで。なるほどね。おかげで、本当皆さんのおかげで。なるほど。そうですね、同じマシンでここまで戦って、それで見事この東京 SS クラストップチェッカーですね。ありがとうございました。じゃあ最後は最良の結果で締めることができました。本当に今日お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。トップチェッカーを受けました小倉秀里選手にヒーローインタビューを行いました。